皆さんこんにちは。株式会社ミキの技術のリンと申します。可搬型の可視光源を、紹介したいと思います。どんな装置がというのと、ここに可視光源ですよね。これでこちらの光ファイバーの断線を、確認する装置です。まあ、他にも光のパワーメーターとかの機能が入ってます。 2.5mm のと 1.25mm、 アダプターなしでそのままつけられるような、形になります。まあ、とても便利です。変化のアダプターはいらないです。他にもこちらのプローブ的なものがあります。これはどう使うかというと、例えばこちらの光源ですよね。パワーをそのまま直接測れる、機能がついてます。同じこちらのようなケーブルはいらなくて、刺せば、パワーの強さが測れます。これも同じ 2.5mm のプローブと 1.25 のプローブ、まあ、どちらでもついてます。インターネットのケーブルを検査する機能もついてます。ケーブルをここつけて、反対側がいっぱいそういうケーブルがついているところに、このこいつの反対側を探すときにこれで探せます。まあ、他にも断線を確認する機能もついてます。一つずつに、光る感じで断線を確認することができます。1台の装置で、まあ、いろんな機能がついている装置です。では以上になります。ありがとうございました。